はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつざわりょうでございます。やむなし様、秋代様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき恐縮であります。政治活動資金にさせていただきたいと思います。和志様、やすけい様、まりこ様、ポスティングボランティアお申し出ありがとうございます。和志様、やすけい様はおかわりですかね。まりこ様、ありがとうございます。おかげさまで頒布部数は現在8万枚突破いたしました。延べじゃないか、40名ほどの方がポスティングして、くれております。誠に感謝感激であります。チラシ見てですね、私のチラシ見てですね、九条破棄なんてとんでもないブリブリと青筋立ててる左翼もいるんじゃないかなと思ってクスクス笑っておりますけれども、私といえばですね、顎の骨手術したのが今日あたりから大口上げても痛くなくなってきまして、昨日ぐらいまでこの辺一体イデデデデデってなったんですけれども、これでハンバーガー食えるななんて思っているところであります。現在ですね、各家庭に届けられる選挙候補の原稿を作成中であります。あんまりチラシと変わんないですけど、政策は、変わんないから、まあ当然か、今すぐなくすべき憲法9条は平和憲法なんかでは全くありません。日本人は黙って殺されてろという大悪法です。スパイ防止法に反対するのはスパイかその仲間です、なんて書いたのがですね、これが都内1000万世帯に届きます。選挙の時に刺されっかもしんねえなーなんて今からワクワクしてますけど、発狂した高齢左翼のおじいちゃん、もしくは外国人ですね、選挙活動の時に刺されっかもしんねえなー、ワクワクしておりますけれども、今うちからですね、まあまあダメージ大きいよな、1000万世帯だからな。トヨタ水素エンジン市販を目指す。いずれ体積800分の1の液体水素も使えるようにすると、発表しておりました。ネットの話です。ディーゼル詐欺してた欧州の会社より断然マシでは。水素エンジン車の問題はタンクのデカさ、三菱の小型原発と連動してるね。原発の余剰エネルギーで水素を生成できるエネオスがすでに水素ステーションを運営している。そうなんだ、知らなかった。燃料が水素ならロータリーが向いてるらしい。そうなんだ、知らなかった。試験ですけど、まあ水素エンジンのカローラがレースで走ってんだって。ドライバーはですね、社長自らやってるそうで本気ですね。水素エンジンの今のところの弱点はタンクのデカさ。そのレース仕様のカローラ、トランク全部と後部座席全部がタンクとなってて、まあまあ人も物も乗らないことになっちゃってるみたいであります。まあレースカーですからね、パワーを出すために、普通の一般車よりはうんと燃料食うんでしょうけど、体積800分の1の液体水素も使えるようにするとあるが、とうとう人類はガソリンよりカロリー密度高い液体を日常で使えるようになるのか、大進歩やな、感心しております。爆発しそう、液体水素ですかっていう意見もありましたけど、ガソリンだって爆発しますしね。まあ一緒ですよ、一緒。トヨタはいずれ全部の原発が再稼働するって知ってんでしょうね、これね。知ってんでしょうね、これね。自民党に何億寄付してっか知りませんけど、トヨタはね、原発の余剰エネルギーで水素を水から作れますから、電気分解して、まあ日本の覇権に嫉妬する横の国やら原発絶対反対のゴモやらが行さん湧いておりました。にちゃんには、中にはですね、原発は不利、これからは水素発電とか全く意味不明のことを言ってるバカもおりまして、全然相手されてませんでしたけれども、にちゃんの工作員もですね、いい加減うざいんで、早くスパイ防止法を作って逮捕したいもんだな。そういえばツイッター本社、アメリカのツイッター本社はですね、ゴモのアカウント、
2000以上削除したってニュースになっておりました。ウイグルの人権蹂躙はデマとかですね、中国共産党にとって、都合のいいことを書き散らすアカウントを工作員とみなして削除だそうであります。2000以上削除ってあるけど、まあまあ2万とか20万とかとんでもねえ数いるんだろうな。三菱が発表したですね、トラック輸送できる小型原発と、水を電気分解する装置とセットであちこちに水素スタンドできる未来が待ってるんじゃないか、左翼発狂しそうですけどね。おじいちゃんおばあちゃんたちが電気料金値上げ反対だから脱原発って運動やっててですね、それ逆だろっていうのが話題になっておりました。発電コストはちなみに原発1キロワットアワーで 10.1 円、石炭 12.3 円、石油 30.6 円だそうであります。つまりですね、電気料金反対なら原発再稼働が正しい。ギャグの横断幕堂々と作っちゃってすごいな。ネットの反応です。だからじゃないだろうこれは究極に頭が悪すぎる。原発止めてから電気代上がってるんやで。おじいちゃんもやめて。こう見ると哀れ、あたおかすぎて笑いも出ない。何が書いてあるかも分からず、バイトですか、試験ですけど、まあこういうの見かけたら怒鳴りつける強者がおりまして、その方言っておりました。あいつらしばらくフリーズするんだけど自動で再起動してまた同じことを言い出すから論破しても無駄。ギャグだろね、言ってもですね、ピタッとしばらく止まるだけで自動で再起動してまたね、電気料金値上げ反対だから脱原発とか言い出すって話ですね。バカ最強説、バカにはかなわねえなっていうのは昔から言われてることで、自分で考えないロボット臭がすごいっすね。この人らも横断幕に何が書いてあるか理解してない可能性もありますね。それどころか日本語すら理解してない可能性すらありますね。どっかの国から連れてこられてさ、9条平和憲法真逆の主張をしてバカと思われてもいいって思ってる強さ、まさにバカ最強であります。今年の夏も電力逼迫、原発を動かさないせいなのは分かりきってのに、エアコンのフィルターを掃除しろであるとか、設定温度は28度でとか、冷蔵庫に物を詰め込むななどうるさいことを呼びかけておりました。ネットの話、仕方がない原発フル稼働、文字も再稼働して精力戦で生きる、原発ぶん回せ、国会と省庁はエアコン禁止、熱中症になるだろうな。28度の根拠は何なんだ、うっすらぼんやり浮かんできたんですよ、なんていう話でしょうかね。試験ですが、まあ原発はフル稼働させろ、与党議員はさ、ことなかれと怠慢が過ぎますよ。もう11年経つんだと、技術断絶起きちゃうよ、人いなくなっちゃうよ原発動かせる技術員さ、立ちぐそや共産はそれ狙ってんだろうけどさ、テレビ消せ、テレビは節電呼びかけんだったらさ、テレビは消しましょう、あるいはテレビを捨てましょうって、なんで呼びかけねえの、エアコンばっかり、捨てればもっといいですよね。まあ結構電力食いますからね、テレビもね。高齢者がテレビ見ながら節電のためにエアコン止めて熱中症になって倒れるとか本末転倒すぎんでしょこれ。あとパチンコ営業停止で節電しないといけませんね。キンキンギラギラ電力使いまくってっからね。原発7個分って言ってましたよ。700万キロワット、使ってんのかな、日本中のパチンコ屋だな。これは外国人が困るだけで日本人の誰にも迷惑かからんすね、パチンコ営業停止してもね。客だって、依存症になってる客だってやってなければしょうがねえ、やれねえんだから浪費防げていいでしょこれね。バカと思われてもいい、もしくはこんなこと言うとバカと思われると思わない、から声がでかくてうるさい共産党、赤嶺議員ってやつがいるらしいんですけど、名前の通り赤いな。安保委員会で東アジア版 NATO 設立を求めました。あんたらね、2015年の安保法改正の時に集団的自衛権に大反対してねがったか、何でも外交で解決とも言ってた模様であります。アホちゃうか、
ネットの話、共産党って集団的安保安全保障否定してなかったっけ、いうことコロコロ変わって見苦しい、反米レッドチームに入れと言っている。ロシアは外交で止められたか、日本侵略を手引きしている。やっぱり共産党は非合法化すべき、話が通じない相手だと何度言えば。でもお前ら人の話聞かないじゃん、何でも外交でって言ってる割には一番共産党が話聞かねえんだよね。ウクライナは外交で失敗したから攻められたって言いたいわけ、いうような意見ありました。外観非主義者丸出しで笑えますね。まあ、敵国スパイ隠してないです。日本を侵略してほしいというですね、絶叫が聞こえてきそうな共産党議員。ロシアや中国みたいな国相手に話し合いでって言ってたら、その口打たれますけどね。こんなこと言ったらバカと思われるんじゃ、と思わない奴は強いなぁ。共産党の支持者、支援者は、こいつをバカって思わないんだもんな。本当にバカ最強だな。議員本人も支持者も、遠くから石は投げるが、直接は関わらないようにしよっとって。日本語通じないし、まあ、自動で再起動するなら、時間の無駄ですよね。明日は豊島区の委員会あるんだな。なかなか選挙に本腰入れられませんけれども、顎も治ってきたし、そろそろ頑張りたいと思います。ポスティングボランティアの皆様、どうもありがとうございました。ご支援いただいた皆様も、誠にありがとうございました。デトックスジャパン。